さすらいクック様々だな。なんとなく見てた動画が役に立つとは。まずはこいつを、内臓を取って水でよく洗う。枝に刺したら塩をたっぷりまぶしてじっくり焼く。まだ、次はキングトラウト。鱗と頭を落として内臓を取る。中骨に沿って半身を下ろし、反対側も同じように。まあ初めてにしては上出来だな。よし、まずはホイル焼きから。バターを塗ったアルミホイルに玉ねぎを敷く。切り身を置いて塩コショウを振る。しめじとえのきを乗せたら、軽く酒を振りかけてバターをひとかけ。まだだからな。お次はムニエル。さっきの切り身に塩コショウを振って少し置いておく。水気を取って小麦粉を薄くつけたら焼く。いいぞいいぞ。よし、できたぞ。違う違う、包みを開けるんだ。おお、この香り中におったのか。俺は塩焼きから行くか。ふふ、うまーい。ホイル焼きもホクホクしてキノコと合うし、ムニエルも変な癖がなくてタルタルソースに合う。我ながらいい出来だな。エンドレスループ。あー幸せ。オーク肉の味噌焼き丼。実は昨日のうちにオーク肉を仕込んでおいたんだ。味噌ダレに漬け込んで。うまいぞ。前のオーク肉もうまかったが、これは止まらん。聞けよ。ほら、水もどうぞ。今日は器じゃなくて中身のご飯を食べるんだ。そうそう、じゃ俺も。はっ、前からチェックしててさ、食後のデザートにどら焼き。なんじゃこのふかふかしたものは。柔らかいぞ。これが人間どもの言う幸せか。